はい、どうも、白滝です。今回の動画は、新ガチャ、ワールドチャレンジャーが24日に更新されるので、選手の能力紹介、無課金初心者は本当にこのガチャを引くべきなのか、解説していこうかなと思います。昨日に9周年の特番があり、情報が発表されました。新ガチャ、ワールドチャレンジャー。 こちらで選ばれた選手たちは海外経験がある選手になっています。阪神西岡選手、広島黒田選手、そして今メジャーで大活躍している大谷翔平選手の投手、野手が今回ガチャで登場してきます。 海外経験がある選手たちが今回登場。阪神の方から能力見ていこうかなと思います。阪神は西岡選手。で、査定都市としては予想されているのが2013年。阪神時代でのキャリア杯の成績になっています。 122試合、打率2割9分0人で4本打っています。こちらが阪神でのキャリアハイ。それ以降は100試合は出場していないので、多分この年代で登場してくると思います。 2013年の西岡選手、プロスピースは2018年登場しているんですけれども、年度の切り替えは2015年までしかありません。2013年は末置きの方で能力が、ね、判明しているので、そちらの画像を見てもらおうかなと思います。こちらが2013年の西岡選手、限界突破すればサード起用することができて、ショートの適性が B、メインがセカンドになってくると思います。で、打撃能力が対右55、 対左ミーートががパワー46総力が77まあこれの数値がプロスペースで反映されるかわからないんですけれどもプロスペースで登場してくるときは過去侍ジャパンで登場したときの能力と同じデフォルト総力型で来るんじゃないのかなと予想で称号でミート型にできるそういったね能力数値で来るんじゃないのかなとまあ、その設定にした方が称号のひと手間がかかるその称号 合の A ランクかな A ランクを集めるためにガチャを引かせる、まあ、そういったヘ、ね、コナミさんの戦略を、まあ、取ってきそうなのでデフォルト総力型の西岡選手が、まあ、阪神で登場してくるんじゃないのかなと予想しています。 で、えー、気になる弾道なんですけれども、ラインドライブで来るのか、それとも中弾道で来るのか、えー、右の方を見てください。なんと、阪神のえ西岡選手、弾道低弾道というえ査定になっています。まあ、この時代のね、査定と、今のね、査定はまだね、まあ、変わってくると思うんですけれども、まあ、この時の小波さんの査定としては、弾道低弾道と、弾道低弾道で来た場合は、ちょっと、まあ、阪神純正的にも使いにくいかな。ラインドライブ ラインドライブになってくれればリアタイ的には使いやすいんですけれども弾道、低弾道だと半身純正的には厳しいまあ、どういったね能力で来るのかまあこれはね更新してみてのまあお楽しみと低弾道なのかラインドライブなのか広島は黒田選手写真からメジャー帰りの黒田選手と予想されているので登場するときは過去にダルセレで登場した黒田選手9位から75、82、81 ツーシーム B とスプリットを持っており、斜めツーシームを持っています。あとはストレートカットボール、スライダーカットの投げ分けすることができて、特殊能力。 キレ、コントロール回、尻上がり。ツーシームとスプリットを持っていて、リアタイ的には強そうなんですけれども、ツーシームの急速が148キロと、先発ガチオーダーに入っている、ダルビス選手、センガ選手、山本選手などは、150キロ以上、155キロ以上かな、えー、ツーシームが出ています。リアタイにおいて、急速がね、早い方が有利になっているので、148キロのツーシームだと、先発ガチオーダー5名の中 に入っってくるのはちょっと厳しいまあこの9周年から初めて累計とかで当たればリアタイ的にはかなり強い選手になっているんですけれども、まあ、ガチオーダーっていうことを考えると先発5名の中には入ってきません横浜見ていきましょうプロスペースでは2016年シリーズ1 d n a 1 1が横浜山口俊選手になっています で、えー、ガチャで登場してくる時の年代としては、2012年が予想されています。この時は抑え時代。2016年プロスペースで登場していた時は、先発時代になっています。2012年の成績60等番、60登板、防御率が1.74、22セーブ。 こちらも西岡選手と同様据え置きの能力があるので見ていきましょう。左側に22セーブ、防御率1.74、60登板の成績を参考にして作られたのが、まあ、こういった能力になっています。ストレート。 スライダー、カーブ、縦スライダー、シュート、で第2球種、チェンジオブペース、フォークと、先発時代から2016年プロスペースで登場していた時は、フォークとスプリットを、則、まあ、本選手みたいな投げ分けすることができたんですけれども、えー、こちら2012年に関しては、えー、縦スライダーになっています。まあ、この縦スライダーが、まあ、プロスペース的に、まあ、フォースプリットか、まあ、スプリットになってくる、まあ、そういった、ね、可能性も考える。 られるんですけれどもまあ、縦スライダーだった場合はちょっとリアタイ的には厳しい横浜純正的には、まあ、初登場なので欲しい方はいると思います巨人高橋久典選手年代としては2007年の先発時代28登板14勝4敗防御率2.75こちらの成績で登場してくると思います 高橋選手、プロスペースでは初登場。こちらも末置きの能力があるので見ていきましょう。右下に、えー、成績が書かれています。28試合14勝、4敗防御率2.75。で、この成績をもとに作られた能力がこちら。えー、第一級集、ストレート、シュート、 風流フォーク、カーブスライダー。で、第二球種、ツーシームを持っています。フォークと書かれているんですけれども、プロスペース的に、まあ、リアタイ的に使いやすくするために、まあ、スプリットで来るのか、まあ、そのままね、フォークで来るのか、ツーシームを持っているので、巨人純正的には、高橋選手使ってみたい。そういった方は、リアタイ的には獲得する価値がある選手にはなっています。 ヤクルトは岩村選手。予想されている年代が2006年。つい最近侍ジャパンで登場したんですけれども、こちらの査定は2009年。この時は弾道ラインドライブで登場。 で、こちらの岩村選手は2004年になるのかなで、今回は年代が2006年に変更されて登場されてくると予想されています。で、2006年の、まあ、能力になるんですけれども、弾道に関してはラインドライブにはならないかなまあ、成績も打率3割近く、ホームランもね、30本近く打っていて、この2004年から2年後なので、まあ、ラインドライブ、弾道が、ね、下がることはありません。 ま、この能力、ミートとパワーがね、少し、数値がね、修正。ま、あとは超広角打法、パワーヒッター、もここも変わらないかな。ま、第3特殊能力がもしかしたらチャンスとか、ま、そういったね、特殊能力になって、え、今回2006年の岩村選手、登場してくると思います。ま、超広角打法とパワーヒッターは多分ね、えまあついてくるとは思うので、ま、リア体的には強い選手にはなってくると思います。 中日川上選手、登場してくる時のの年代が2004年と予想されています。まあ、いつも通りの川上選手かな。 9 79、位から79 82 80調合でオール A にすることができるこの後ね、最強決定戦があるので、最強決定戦必須の選手。リアタイ的には、このね、シュートが上方向のツーシームにならない限り、まあ、リアタイ使うのは厳しい。過去ね、えー、楽天の岩隈選手、まあ、ダルセレでダルビッシュ選手の効果もあったんですけれども、シュートがね、上方向のツーシームに岩隈選手変更されたので、もしかしたらこのシュートが 上方向の2シームに変更されてて登場してくる可能性も一応あります、まあ、ほぼほぼ、まあ、あれはね、ダルビッシュ選手がいたから、ダルビッシュ選手が監修したから、楽天のね、岩隈選手はツーシーム上方向になったんですけれども、まあ、今回は普通のシュートかな、まあ、シュートのままの確率の方が高いと思います。まあ、リーグ的にはね、えー、まあ、最強な選手になっているので、この後の大谷翔平最強決定戦かな、まあ、これに参加する、上位を狙 う方は必須の選手になってきますパ・リーグの方になりましてオリックスは中村紀弘選手いつも通りの能力弾道アーチストミートから818558。85 58 サードの適正 B で限界突破すればショートファーストを起用することができます。超アーチスト、合格打法回チャンス、成績は2001年、まあ、いつも通りのね、最強な三塁集、中村範博選手が登場してくると思うので、まあ、リーグリアタイで最強な選手になっています。ロッテ、井口選手、ソフトバンクでは最終更新が2021なので、今年、 ソフトバンク、OB、井口選手が登場するかと思いきや、ロッテ枠で登場してきます。で、そのロッテの能力がこちら。弾道、高弾道、ミートから76、76、63。ファーストがメインで限界突破すればセカンド、液をすることができます。で、特殊能力、超高角打法、さよなら男、ローボールヒッター。超高角打法を持っているんですけれども、弾道と能力的に、まあ、リアタイで使うのはちょっと厳しい選手にはなっています。 ソードバンクは城島選手、去年は阪神、今年はソードバンクで再び登場。弾道パワーヒッター、ミートから81、81、64。こちらもミートへパワーへの同値なので、最強決定戦必須級の選手。特殊で保守 A にすることができて、特殊能力、超パワーヒッター、保守回チャンス。で、この保守がね、里崎さんの動画見たんですけれども、結構言っていたんですよ。もっとね、効果を修正しろと。 言っていたので、まあ、そろそろ補修、まあ、この特殊能力も修正してほしい。で、リアイ的にどうなのか、これに関しては今 OB 第2弾で、え、田淵選手が登場しているので、え、田淵選手の方が強くはなっています。弾道アーチスト。あと同じ右打者であれば、野村選手、弾道アーチストなので、 うーん、ま、城島選手、パワーヒッターが強化されたんですけれども、使うかって言われれば、ハブチ選手、野村選手、左であれば、この後、アニバで、坂倉選手、現役最強の星がいるので、まあ、リアタイで使うかって言われれば、正直、微妙い。楽天は、岩熊選手、2022年、オリックス。で、楽天バージョンは、2021年、最終講師になっています。3年ぶりに登場。楽天のリアタイ投手としては、必須級の選手 9位から78、83、80、総合でオーレにすることができるので、この後の最強決定戦必須級の投手。で、第2球種、ツーシーム C、MC、を持っていて、スライダーカット、ツーシームフォークの投げ分けすることができます。で、特殊能力はコントロール、タイピン近い打たれ強さ。岩熊選手、リア対的に強い球種、特殊能力になっているんですけれども、ツーシームが144キロと、まあ、これも先発ガチオーダー、千賀、ダル ッシュ山本選手、まあ、大谷翔平選手などと比べるとツーシームの球速が遅いのでガチオーダーには入ってきません、えー、こちらもね9周年から始めた方で累計とかで当たればリアタイで使える強い選手になっています デーブー、松坂大輔選手、いつも通りの2006年の査定で登場してくると思います。9位から84、70、84。で、えー、こちらはツーシーム持っていません。侍ジャパンで登場した時は一応メジャー仕様になっていたので、ツ、えーシーム持っています。こちらの、えー、日本時代はツーシーム持っていないので、リアタイで使うのはちょっと厳しい。 えー、去年かな、まあ、コラボがあって、新特殊能力、超ジャイロボール、こういったね、特殊能力が追加されたんですけれども、えー、まあ、これが修正されて、ストレートがジャイロ回転になれば、ワンチャンちょっとリアタイで使える投資にはなってくるかもしれません。ジャイロ回転にすれば、縦カットとえ似ているんですよ。まあ、手元まで、えー、縦カットか、え、ストレートがわからない。そういったね、回転になってくれれば、もしかしたら使える可能性はあるんですけれど ストレートが通常の回転だとリアタイ使うのは厳しい投資にはなっています。そして最後2チャーム田中選手弾道低弾道ミートから826479特殊でセカンド B にすることができてさらに守備積極なので田中選手に関してはリアタイは守備要因として使うことができます。 大谷翔平選手の能力が発表されていないので、それ以外の選手見ていったんですけれども、リーグ的に強い選手が、黒田、川上、中村、井口、城島、岩隈、松坂、大谷翔平選手の投手と打者、リアタイ的には、岩村、中村、紀博、大谷、投手、大谷、打者になっています。 いや、これを見る限り、ま、正直、リア対戦に関しては、ま、引かないかな。まあ、この後最強決定戦があるので、ま、リーグ的に強い選手は多分、コナミさん、大量に入れてきていると思います。リア対に関しては、ま、ガチなことを言うと、4名しかいません。で、さらにガチなことを言うと、岩村選手もリア対的に狙いかって言われれば、別に狙いではありません。サードに関しては、中村のりひろ選手、ま、このガチャで登場しますし、えー 選手また落合選手がいるので、矢村選手も、まあ、その狙いから外れると、えー、大谷翔平選手の投手と打者、中村紀弘選手、リア対戦に関してはえこの3名しかいません。いやー、まあ事前のね情報だけではあるんですけれども、まあ、このラインナップ、まあ、リーグとねリア対評価を見てもらうと、正直、リア対戦に関しては引く必要はないかな。大谷翔平選手が欲しいいのであればればそはねもう引いて,もらっても いいんですけれどもゲーム的攻略で言うとリアタイ勢は正直引かないリーグ向きのガチャにはなっているんじゃないのかなと思います。 現在、OB 第2弾が登場しているんですけれども、リアタイ的にはこっちの方が豪華になっているんじゃないのかなと、阪神、星枠、えー、アーティストの田淵選手、まあ、一応広島、まあ、能力が高い野村選手、でえー、横浜が、えー、ラインドライブ、高格打法、セカンド的整備、まあ、補給が38の F にはなるんですけれども、まあ、当たりの選手になっている、そして何より巨人、高橋由伸選手、 大谷翔平選手、打者、メイン適性は多分ライトだと思います。そのえメイン適性で比較するとえ、どっちが強いのか。まあそれはね、高橋義信選手の方が、打役よし、守備よし、アーチスト合格打法 なので、えー、まあ、高橋義信選手の方が強い。まあ、あとはオリックスね、山田選手、まっすらがね、追加されたので、こちらもリアタイ的に強い選手。で、ロッテ、山内選手、アーチストの選手になっているので、えー、まあ、事前のね、情報だけではあるんですけれども、 ワールドチャレンジャーと OB 第2弾、リアイ的にはどっちの方が強いかって言われれば、OB 第2弾の方が豪華じゃねえと。まあ、これはさね、まあ、事前、本当に事前の情報だけではあるんですけれども、まあ、リアイ的に強い選手が多いのは、個人的に今来ている OB 第2弾の方が豪華にはなっているんじゃないのかなと。 いろいろと解説していったんですけれども、皆さん的には、ワールドチャレンジャーの方が豪華なのか、OB 第2弾の方が豪華なのか、まあコメントで書いていってください。まあその他ね、わからないこと、あとは今持っているね、エナジース、まあオーダーの相談など、まあ返信できるのであれば返信しているので、まあそういったこともね、コメントに書いていってもらえればなと思います。まあ最後まで動画を見てくれた方々、ご視聴ありがとうございました。今後もね、プロスペースの動画、どんどんと投稿 投稿していくのでチャンネル登録と通知まあ、そしてねこの動画に高評価の方もよろしくお願いします。ということでありがとうございました。